沼津港の食事処千本市とかまま丸のおかみをしてますあつこままです。本日もお越しいただきましてありがとうございます。今回はリコちゃんのお誕生日です。おめでとうございます。おめでとう。じゃん、スナックが出ました。今回挑みました。前回ねかなリコさんに手伝ってもらったんですよ。ちょっと独り立ちして頑張ってみたいと思います。いきますよ。はっ、リコちゃん誕生日おめでとう。うわリコちゃんのお誕生日ボード、今回も頑張りました。そしてうちわ、そして千本市のリコタンにおすすめのお料理の紹介と毎月コーディネートしている黒沢姉妹の衣装のご紹介しますので最後まで見てください。今回のうちわはじゃーん。すごい、これすごい、すごいでしょ。もううちわとはこのここがもうこの厚みがすごい。このお花のこの厚み、そしてこちら側からわこういった感じで、めちゃくちゃさリコちゃんっぽくない？そうなんですよ。ちょすごい。だから今回は3つのリコさんに絞ったんですよ。はいはいはい。でこういったものを使ってリコさんのこの品のいい感じ、落ち着いた色と花を使って、いや、いい。いいでしょ？その、葉っぱもいい感じだよね。そう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 。ちょっと和風な感じでまとめてみました。すごい。これね、これも3階の千本市に飾りますので。次はボードです。こっちも頑張りました。はい。持ってきます。です、リコちゃん。すごい、細か。見てね、もうね、今回はね、おしばな使ったんですよ。これ見てもらう、これも押し花でしょ。本当だ。これも押し花だけじゃないんですけど、押し花はこういったところが特に細かく見るとパンジーとかマーガレットとか、これ全部押し花なんですね。押し花と造花と、ここ分かります。あとね、ここ見てほしいのがピアス。本当だ。ピアスもつけてみたね。ここもリコちゃんピアスついてるでしょ。だで こういうのはおしば本物のお花をおしばなにして、でこういう造花も使って、そしてボタンですね。この普通のボタンとか、この刺繍系のお花も使ったり、これもおしばな、ここもほらピアスしてて かわいいでしょここ、うん、これもパンジーのおしばなですね。でこれね、押し花をの材料を置いて作ってた、うちの猫のこてつくんがこれをむしゃむしゃ食べちゃって、材料を押し花食べるんですよ。で慌ててね、こうやってボンドで貼って、こうやってすごい。だからこのスカートの上のこの花の並びがいいですか、これね、すごい素敵。素敵でしょ。ここら辺とかね、うん、一番最初のスタートがここからずっと波及していって、でちょっと厚みを出したいなと思って、こういう風に、あ、これリースなんです。お花のリースが、リースの上にこのリコちゃんをこういう風に貼って、でここも厚みを出して、花束のような、そのお花だけじゃなくて、そのボタンを使うっていうのもちょっとあつこままらしさを出してみました。はい、すごい、すごいでしょ。とんでもないね、これすごい頑張りました。やっぱりリコちゃんのね、可愛さを出すために、はい、これも千本市の方に飾りますので皆さん見てくださいね。すごい。はい、ではリコタンのおすすめのお料理です。見てこれ、 まずねもうみんなの大好きまかないど、これみんなに人気あるんですよ。このまかない丼はいろいろな魚介が入ってて、そうサーモンとかね、イクラがまたいいんだよね。いいんだよね、本当に美味しい。白身のお魚とかいろいろ入ってますね。漬けの丼ってさ、当たり外れがやっぱあるじゃん、うん、ああそっか、確かに漬けの相性とかさあるね、あるね。これすごいいいバランス、絶妙のね。そうそうそう。でこれはお味噌汁ついてきますからね、はい、で次にこちらがイカメンチ、これで300円なんですよ。破格ので、イカの頭の形で三角になってますね。イカメンチ、ソースかお醤油、それあるいはね、このからしにつけて、からしといえば
あのただいまテレビに出た時に、あの鶴野たけしさんが、僕は揚げ物はね、からしで食べる、マスタードで食べるって言ってましたね。それもいいかも、うん。そしてこちらがね、沼津港でうちだけがしてるマグロの瓦焼きです。あのバターでね、あの軽く炙って、あのこちらのポン酢がごまだれにつけて召し上がっていただくものなんですけれども、火をつけて実際に自分で焼いていただくという。でこのね、マグロのネタが刺身なんですよ。これ刺身用なんですよ、はいはいはい。このまま本当は食べれるものをあえてバター焼きにするという、このね、豪華な、うん、はい、食、あのメニューになっております。あ、それとそうだ、おすすめの、これはね、うちでも人気のある本気ジュースシリーズといって、あの今日は柚子なんですが、あと梅とデコットポン、デコットポンのオレンジがありますね。本当に人気があるんで、ぜひ。ではまずこれからいきましょうか、はい、本気ジュースの柚子ジュース飲みます。ちょっとマドラーでね混ぜながら、今日は炭酸味になってます。ではリコちゃん、おめでとう。いただきます。おいしい。でしょでしょ、ってなるでしょ。本気やん。そうそう、本気が伝わるよね。もう作り手の思いが、そう思いがもう凝縮されてる。このジュースってもう出来上がってるわけじゃなくて、このぐらいのボトルで原液が来るんですよね。それをあのコップに入れて炭酸で割ったり水で割ったりするんですけど、すごい美味しい。だから本来濃厚なものを薄めて、だから美味しいね、すごい。そう、だからどれだけ自販機で飲めたら幸せだろうって思う。売ってないんですよ、一般で売ってないので、これはおすすめです。これで爽やかな、あのリコタンを迎えてください。でそして、でこの間にこのマグロの瓦焼きに火をつけますね。チャッカマンで、これはあのホールのものがしますので、3、2、1、チャッカーって言うと、こういう風な感じで火が、でこれはね、あの本当に軽く浴びる、あの浴びる、軽く浴びてください。で軽く炙って、本当刺身用なんでね、あっという間にあの焼けちゃうんで、まあ、こっちを気にしながら。じゃあイカメンチから食べてみます。鶴野さんもね言ってた、イカメンチをこのからしだけで食べてみるっていうのをちょっとまずやってみますね。はい、ではイカメンチいただきます。イカがお、あ、鶴野さん大正解。あ、そう、ソースの、うん、で甘みとソースのほら味で、なんかソース味になっちゃうじゃないですか、うんうん、それがこのからしだけだと素材の味をすごい満喫できる。イカが歯ごたえがすごい美味しい。最高。美味しい、本当美味しい、美味しい。これはで、この間にあ、ほら見ても焼けてきたんですよ。だからこうやってもうあっという間に焼けちゃうので、忘れないうちにこうひっくり返して。いいですね、いいですね。これあのさ、刺身盛りとか頼んだ時にさ、あの瓦の火でちょっと炙るのもいい。あ、そうですね、あの刺身の盛り合わせのお刺身のネタをこれで、あの余ったバターとかで焼いてね、ポン酢とごまだれで食べても美味しいです。そうそうそう、それもまたいい楽しみ方だよね。いいです、確かに確かに、それもいいですよね。そしてこれをもうちょっと焼けるまでまかない丼食べてみますね。はい、美味しそう、まかない丼。わあ、いいね、いいね。下が酢飯ですよね、これね。そうそうそう、もうでね、これはもう味がついてあるので、お醤油かけなくて、このまんまレンゲでいただきます。もう口の中がするがが美味しい。これで、これまかないで出てたら、これ食べたらめっちゃ働くねもう。これは働くね、働くよ、美味しい。本当にその何、
漬けのさタレの作り方教えてほしい。そう、漬けのタレがいい感じですよね。そう、あの濃すぎず薄すぎず、そうちょうどいいから。そうで深みがあるんだよ。深みがあるね。すごいねこれ、うん、本当にすごい。高橋店長すごいですね、うん、ちょっと二口目も。うん、おいしい。美味しそう。たまんないよこれ。きゅうりがあんのもまたいいよね、うん、なんかねちょっと食感がシャキシャキしてて、そうそうそう、でやっぱりねいくらの塩加減がいい塩梅で、この量が適量。そしてほら見てグツグツなってきたよ瓦が。おお、ほら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 、こうやってバターで、あ、グツグツなってる。もうこの状態でもう食べれますからね。そうですね、うん、そうですね。ポテト本当リコさんが言うようにもう本当真ん中にやらないと。そうだから揚げ、あの、ね、渡す時にポテト真ん中にしてくださいって。さすがリコさん、またあつこママがあの気づかないちゃんとしたことをきちんと伝えてくれるという でね、ここ薬味があるのでネギと紅生姜入れてポン酢の方に。紅生姜じゃないですよ、もみじおろし。ごめんなさい、もみじおろし。紅生姜じゃない、急に出てくる紅生姜。なんで出てきたの。じゃあちょっともう食べてみますね。ちょっと赤みが残ってるミディアムレアでね、まずねポン酢の方でいただきます。え、何もう美味しすぎてなんて言ってね、なったら言ったらいい、もう口回ってない、口が回ってない。あのね、マグロのお刺身がバターでコーティングされて、はいはい、ちょっと外身がキュッてなってるんですよ、はいはいはい、で中はまだミディアムレアなんで、マグロの柔らかい甘い感じがこう出てきて、でポン酢で味が締めてあるから本当に表現、一瞬表現できない、美味しすぎて、美味しい。次々もうそのこのミディアムレア状態でちょっとごまだれいきますよ。いただきます。うん、これはこれで甘みがあって、ごまだれはごまだれで美味しい。これはいけるよ、どんどんほらグツグツ。本当だ、いやこれは本当に美味しいよ、マグロポン酢で。しっかり焼いても美味しい。どっちにしろ。なんかマグロステーキっていうのこういうの本当に。うーん、美味しい。最高。これリコタンの時みんなこれめちゃくちゃ楽しめるよ。美味しい。あ、で、あのご紹介をましたけど、今回も高道さんにリコちゃんの切り絵をありがとうございます。いやー素晴らしい、美味しかった。じゃあこの後はですね、あの私のコーディネートした黒沢姉妹の衣装の紹介をいたしますので見てください。はい、では9月のベベちゃんの衣装です。ちょっとね、あの9月あの寒いかもしれないんだけど、ベビーは元気なので、こういった感じでワンピースね。はい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 。なんかテイスト似てたね。そう、違うのよ。ダイナさんにちょっと大人っぽい白のワンピースを着せたくて、あ、あの、はいはい、こっち。これのルビーちゃんバージョンがちょっとなくて、これはね、あ、似合うね。大人っぽい。こういった。絶対似合うね。絶対似合うでしょ、こう。うん、こういう感じでお姉さんのワンピースとルビーちゃんのワンピース、はい、9月の衣装ですので、テンポイチでご覧ください。はい、最後までご視聴の方ありがとうございました。あ、声大きい。ここ今千本市の4階なんですが、沼津港よりあつこママは皆様のご無事とご健康とお幸せを心より祈っております。ではまた会う日まで。そうそうそう、これね、本気、あ、今日コースターね、こちらあのちょうど今日撮影してたら、あの3階 の千本市にあつこママにって言って、ゆういなみんさん、ゆういなたみさんが、ゆういなみんさんかなからコースターとか缶バッジとかいろいろいただいたんですが、ちょうど撮影に、かわいいね、ダイヤさんの、え、いいでしょ、すごいかわいい、ちょピントが、そうわ、そう、かわいい、いただいたんで、これをね、今日のおすすめのこの本気ジュース柚子味にポスターとして使わせていただきます。ありがとうございます。